激坂最速王決定戦2023アットターンパイク箱根が18日神奈川アネスト岩田ターンパイク箱根の特設コースで行われ、上りのべ135キロ和国士館大の山本来が来が4年が54分11秒で優勝した。例年箱根駅伝に出場する多くの大学が仮想箱根駅伝5区として参加。今回も第100回箱根駅伝。 来年1月に3日に出場する8校が参戦した。強烈な向かい風と寒さの悪条件の中、仮想極を制した山本は箱根駅伝の5では区間5位以内が目標。チームのシード権10位以内獲得のため順位を上げたいと意欲的に話した。出来坂最速王決定戦アットターンパイク箱根。 の上りの部はアネスト岩田ターンパイク箱根の小田原料金所をスタートし、箱根大幹山口にゴールする135キロ。標高差981メートルの激坂だ。国道1号線を走る箱根駅伝国28キロは小田原中継所から162キロの最高点まで標高差840メートルを駆け上がり、残り46キロを下るため、実際の極コースとは異なるが、同じ箱根の天下の剣。 上りの走りの適性を見極めることができるため、箱根駅伝出場校の中では、仮想極と言われている。昨年大会では、城西大の斉藤正也、当時1年、現2年、が51分50秒で優勝。2位に同じく城西大の山本優斗当時3年、現4年、が52分49秒で続いた。箱根駅伝では山本優斗が極を走り、 1>, 1時間10分4秒の区間新記録で区間賞を獲得した。今年の激坂最速王決定戦は大会史上最も風が強く、寒い中で開催された。箱根駅伝本線でも数年に一度は強風や寒さに見舞われることがある。この日、悪条件にもかかわらず力強く天下の剣を駆け上がった国士官大の山本は、ずっと向かい風できつかったです。でも、 僕は悪条件の方が得意。箱根駅伝本番も今日みたいな強風が吹いて欲しいですね、と笑顔で話した。山本は前回も箱根駅伝5区を経験し、区間11最後の箱根駅伝は5区をしっかり走って、区間5位以内が目標。チームの目標はシード権です。僕の区間で順位を上げたい、ときっぱり話す。小川博之監督。 45の信頼も厚い。ライガは9月に調子を落とし、予選会のメンバーから外れましたが、夏はしっかりと練習を積んでいます。僕のライガは国士館大の数少ないポイント区間です。往路で必ず10位以内に順位を上げてほしい、と期待を込めて話した。国士館大は今回が52回目の出場。 最後のシード権獲得は平成最初の大会だった1990年まで遡る。山本が34年ぶりの悲願達成のキーマンとなる。第100回記念大会では、初代の今井正人、順大二代目の柏原隆二、東洋大三代目の神の大地、青学大に続く、四代目山の神、襲名の可能性を持つ有力選手が揃う。 創価大の吉田響、三年、城西大の山本、駒大の山川拓馬、二年、と金子伊吹、四年、青学大の若林博樹、三年、と黒田朝日、二年、中大の安倍洋樹、三年、らが区間賞候補に上がる。今年度の激坂王に輝いた山本は、その区間賞候補たちと堂々と勝負する。 出来坂最速王決定戦2023アットターンパイク箱根の上りの部、135キロの上位選手は以下の通り。より小さい1、山本雷が、国士館第4年、54分11秒。2、湯気成慶山梨学院第2年、54分19秒。3、吉村隼人、東農第4年、55分36秒。4、五島天馬、国士館第2年。 55分45秒。5、倉島宏と駿河台第2年。55分49秒。6、柴田大輝中央学院第3年。55分53秒。7、新山春心駿河台第4年。56分25秒。8、長井春。立大2年。56分37秒。9、渡辺大輝国士館第3年。56分42秒。10、 黒岩友禅、中央学院第2年、56分45秒。